どうもニクマンです。今回はコストコで買ってきた新商品のケーキのご紹介をしていきたいと思います。それでは早速紹介していきましょう。まずはじめにストロベリースコップケーキ、お値段が1498円でした。この前コメント欄でこちらのケーキのことを教えていただいたので、今回はこのケーキ目的で行ったんですけど、買えてよかったです。容器が変わってるんですけど、味はどうなんだろう。変わってたらいいな。ストロベリースコップケーキ、名称洋生菓子、原材料名いちご、乳糖を主要原料とする食品、卵、ケーキミックス、砂糖、米粉、小麦粉、卵白粉、食塩、牛乳、ナバージュ、いちごソース、カスタードクリームミックス、ショートニング、砂糖、乳化油脂、塗料などが入ってます。保存方法、要冷蔵4度以下。この製品はそば落花生を使用した設備で製造しています。栄養成分表示はこちらです。賞味期限が買った日から含めて3日間あります。見た目はこんな感じです。で、高さもこんな感じで、この前まで売ってたストロベリートライフルは 1400g で1598円でした。なので100円お得になってますね。で、グラムはというと、容器も含めてですが 1584g、 ちょっとだけですがお安くなったのかなと思います。今回は細長い形状ですね。前に売ってたケーキよりなんか取り分けやすそうだし、食べやすそうですね。で、いちごもたっぷり乗ってます。オープン。すごい美味しそう。大容量、生クリーム、カスタードミックス、スポンジがぎっしり入ってますね。どうしようかな、この取り分け方が難しそうですね。こんな感じの断面です。層はあっさりしてますね。スポンジ、クリーム、スポンジでデコレーションです。取り分けたケーキです。美味しそう。取り分けるのちょっと大変でした。スポンジの部分が薄くなりましたね。じゃ、生クリームと一緒に。いただきます。うん、美味しい。生クリームはすごくあっさりしてて、甘さもそこまでなく、いちごはすごくフレッシュな感じでとても美味しいです。しっかり硬いいちごが入ってます。ただストロベリートライフルの時にも思ったことなんですけど、いちごのこの部分にかかってるジャムが苦手ですね。ジャムの部分がすごく甘いので、最初はあっさりしてるんですけど、後味ジャムになっちゃうようなケーキです。でも美味しい。私は昔のストロベリートライフルより美味しくいただけます。カスタードクリーム、生クリームのところとても美味しいですね。ほんと、いちごのこの部分、この部分のところを食べるときに甘さをすごく感じるので、ジャムなしにしてほしかったなと思います。このスポンジもしっとりしててとても美味しい。生クリームがたっぷり味わえてとてもいい。ごちそうさまでした。今一切れ食べてみて、全体的には美味しかったかなと思います。ただやっぱりジャムの甘さがすごく口の中に後味として残るので、そこだけが気になるんですけど、ストロベリートライフルが好きな人は好きだと思います。私はストロベリートライフル甘すぎたんですけど、まあ、こっちの方が食べやすいかなと思います。パン君が甘党なので、ストロベリートライフル大好きなんで、これも喜ぶと思います。もうほぼほぼストロベリートライフルの味だと思ってください。変わったのは容器だけなのかな。
容器形が変わったぐらいだと思います。いちごが酸味があるいちごなので美味しくいただけました。ぜひ気になる方買ってみてください。続いてティラミスドルチェ、お値段が1380円でした。こちらもストロベリースコップケーキのように容器が変わりました。味はどうなんでしょう。ティラミスドルチェ、名称洋生菓子、原材料名乳糖を主要原料とする食品、マスカルポーネチーズ、ケーキミックス、砂糖、小麦粉、ココアパウダー、ブドウ糖、小麦でんぷん、植物油、脱脂粉乳、砂糖、卵、加糖卵黄、植物油、コーヒーエキス、ココアパウダーなどが入ってます。保存方法、要冷蔵4度以下。この製品はそば、落花生を使用した設備で製造しています。お値段が1380円でした。賞味期限は買った日から3日間ありました。さっきご紹介したストロベリースコップケーキは名前違ったんですけど、今回のティラミスドルチェは前回売ってたものと同じ名前ですね。味一緒なのかな。1531g 入ってます。前回売られてたものも 1500g で1380円でしたので、お値段はさほど変わりないのかなと思います。じゃあ早速開けてみましょう。オープン。相変わらずボリュームはたっぷりです。で、模様が入ってますね。こんな感じで波のような模様ぎっしり入ってます。重いです。久しぶりにティラミス買いますね。イタリアンティラミスが美味しいのでティラミス食べたいなと思うときはイタリアンティラミスをリピートしてますが、昔はよく買ってたんですけど久しぶりの購入です。こんな感じで取り分けました。高さがない分食べやすそうですね。うん、美味しい。ちょっと前まで販売されてたものよりココアパウダーがしっかり振られてる印象があります。その他の部分は前と同様な味がします。白くなってる部分結構あるんですけど、マスカルポーネ感はあまりないです。で、スポンジのところもそこまで苦くなく、お子様でも美味しく食べられる味かなと思います。コーヒーの苦味もちょうどいいですね。この上に振りかかってるココアパウダーがいっぱいになったのは嬉しいです。甘さ控えめで美味しく食べられますね。ただどちらかというとイタリアンティラミスの方が濃厚な味で美味しいなと思います。味は昔売られてたティラミスと同じような味がします。まあ容器が変わっただけですかね。久しぶりに食べたんですけど美味しかったです。今までティラミスドルチェを買われてた方だったら味変わらなく食べられるかなと思います。まだまだたっぷり残ってます。こんな感じでケーキ2種類のご紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。どちらとも美味しかったですね。うん、美味しい。ボリュームもあってこの値段でこのクオリティ、すごくいい商品かなと思います。ストロベリースコップケーキ食べやすくなってたんですけど、やっぱり甘さが気になりました。ティラミスは甘さ控えめで美味しかったです。ただマスカルポーネチーズの濃厚さに欠けるかなとちょっと思います。イタリアンティラミスの方が美味しい。昔はもっと甘かった気がするんですけど甘さ控えめになりましたね。ティラミス買ってた時はすごく甘く感じてたので冷凍してアイスケーキとして食べてました。冷凍することにより甘さが結構抑えめに食べられるので冷凍して食べてましたね。高さ
がなくなった分倒れにくくもなりましたし、なんか食べやすくなった気がします。ティラミスドルチェとストロベリースコップケーキのご紹介でした。ストロベリースコップケーキ冷凍するときはイチゴは別で冷凍した方がいいです。冷凍するか先に食べちゃうかした方がいいかなと思います。冷凍した場合は半解凍などで食べると美味しくいただけます。私はいつもイチゴと別にしてスポンジだけ冷凍して、まあイチゴは食べられるだけ食べて、スーパーで買ってきたイチゴなんかを乗せて食べたりもしてました。でもストロベリートライフルあまり私は好きじゃなかったのであまり食べてなかったんですけど、もうほぼほぼパンくんが食べてました。これもパンくん大好きだと思います。やっぱりイチゴソースのところが甘い。でも生クリーム美味しい。ぜひ気になる方買ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画もお楽しみに。ストロベリースコップケーキ美味しくていっぱい食べちゃって、もう口の中が甘いです。